天城鉄道 AR300 系機動車は天城鉄道の機動車である。老朽化した1986年製造の AR100 型を置き換えるために2001年から2006年にかけて AR301AR307 の7両が製造された。富士重工業の第三セクター鉄道向け標準設計車両 LEDC で車体長さは AR200 型と同一であるが、AR200 型では窓や扉にバス用部品を使用していたのに対して、本形式ではバス部品を廃止、側面窓が上段固定下段上昇窓に扉は引き扉に改められたほか、車体側面上部に行き先表示器を設置している。また本形式では従来の全面非貫通型をやめて標準的な全面貫通型とした。車内は、 AR200 型に準じたセミクロスシートとなっている。AR301、AR303 は富士重工業で製造されたが2002年に同社が鉄道車両製造から撤退したため2004年製造の AR304 以降は富士重工業の同事業を継承した新潟トランシスで製造された。AR303 は富士重工業鉄道事業部門における 最終製造者である。エンジンは横型噴射式 295PS、2100RPM の UD トラックス PF6HT03 を装備している。AR200 型に比べてエンジン出力が向上し、冷房装置は再びエンジン直結式となった。台車はボルスタレス式を採用した。車体塗装は基本的に AR100 系。 AR200 型と同一だが、前面に貫通扉を設けたため、マスコット、デビット君のイラストが側面に映った。なお、AR301 以外の6両は、2010年から2015年にかけて、それぞれ異なるオリジナル塗装に塗り替えられた。車両塗装の衣装は次の通り2001年12月に、AR301 が運用開始した後、2006年に、 AR306.307 が運用開始し AR106AR201 が廃車となったことで天城鉄道の全車両が統計式及び統計式と同一性能の AR400 型となった。単行または2両編成で運用される AR303 は2014年3月16日に西立新井駅前の踏切で 踏切内に侵入してきた2トントラックと衝突して、列車は前輪を脱線し破損したが、およそ半年後に修復作業が完了し、運用復帰した。寺田雄一、私鉄機動車30年 JTB パブリッシング、2006年。ISBN4 から533065325。AB 富士重工業。 富士重工業50年市1953の20036連製は輝く 281P292P。日本国内には鉄道車両用ディーゼルエンジンに対する排出ガス規制が存在しないため2005年に大型トラックバス用が MD92 系に移行した後に申請された2006年製造の AR305 以降についても PEF6HT03 ディーゼルエンジンが継続採用された。天城鉄道情報ガイド乗りたい天鉄、天城鉄道 AR302 が塗装変更。購入者、鉄道ファン railf.jp、鉄道ニュース。2015年11月6日閲覧。貫鉄、レールバスに新色登場。天城鉄道公式ウェブサイト。 2015年11月6日閲覧。天城鉄道 AR303 が国鉄一般軽機動車標準色風塗装に。公有者、鉄道ファン RAILF.jp 鉄道ニュース。2015年11月6日閲覧。天城鉄道 AR305 が国鉄急行色風塗装に。公有者、鉄道ファン RAILF.jp 鉄道ニュース。 2015年11月6日閲覧。桜の天城鉄道9日に、出発進行は桜高校の中道さんデザイン。西日本新聞経済電子版。http コロンスラッシュスラッシュ qbiz.jp スラッシュアーティクルスラッシュ74269スラッシュ1スラッシュ、天城鉄道 AR307 が、塗装変更される。購入者。 鉄道ファン railf.jp 鉄道ニュース2015年11月6日閲覧保冷車と衝突天城鉄道脱線福岡一時不通朝日新聞 P39 ありがとうございます